成果が出ない、応用ができない、その原因とは。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いいたします。営業コンサルタント&トレーナーとして数百人の中小企業の営業マンと接してきました。営業理論を伝えることからロープレや同行営業などの実践、営業マネジメントに至るまで様々な局面で中小企業の営業マンの実態を知ることもできました。中小企業の営業マンの特徴として、正式な営業教育を受けたことがない人が 95% 以上です。正式な営業教育とは、営業の基本、基礎、原理、原則などのことです。そこで今日は営業の基礎について分かりやすく解説します。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。私たちは常日頃口頭でのコミュニケーションをメインにしています。何気なく行動していても口頭でのコミュニケーションだけは欠かせません。そして営業活動の基本コミュニケーションも行動です。実はこれが大きな大きな間違いを生んでいるんです。口頭でのコミュニケーションができるのだから営業も少し勉強すればできるだろうと安易に考えている経営者が非常に多いんです。その証拠が営業マンの 95% 以上が正式な営業教育を受けたことがないという事実です。つまり基礎も基本も原理原則も知らないまま営業活動をやっているので成果が出なくて当たり前なんです。イメージしにくいと思うので野球を例に説明しましょう。野球における基礎とは野球を行う上での根本的なスキルや知識を意味します。例えば打撃、守備、投球などが基本スキルに該当します。打撃ではバットの持ち方、立ち位置、タイミングなどの取り方など、守備ではボールの握り方、送球のやり方、ポジショニングなど、投球においてはボールの握り方、投げ方、投球フォームなどが基本スキルになります。これらの基礎スキルはより複雑な戦術やテクニックを学ぶための土台となるのは言うまでもありません。例えば打者がホームランを打つためにはまず正しいバットの握り方、これを理解し習得する必要があるわけです。守備においてもダイビングキャッチなどのファインプレーをする前に正確なボールの握り方を身につけることが重要です。投手が多彩な変化球をマスターするためにはまず基本的なストレートの投げ方、これを習得することはもう必須です。つまり基礎スキルは野球選手が高度なプレーを展開するための基盤となるわけです。これらのスキルをしっかりと身につけることで選手はより複雑で高度なプレースタイルを発展させることができるようになります。また基礎が不十分な場合、選手は試合でのパフォーマンスを最大限に発揮することが難しくなります。基礎はどの分野においても重要で、基礎なくして応用もありません。北島康介さんを育てた平井則正コーチはこんなことを言っています。基礎は自分の頭からは生まれない。これは一つ目に基礎は学ばない限り身につかない、二つ目にその上で自分なりの工夫やアレンジをする、最初から自分なりの工夫やアレンジをやろうとしたり応用スキルを取り入れても薄っぺらになってしまうのがオチだと言っています。日本の伝統芸能や武道では宗派理という考え方があります。守は守る、破は破る、離は離れるです。これはスキルや知識の習得プロセスを表す言葉で、初心者から熟練者へと成長する過程を3つの段階に分けたものです。具体的に説明しましょう。まず1つ目、守です。基本的なスキルや規則、形式を正確に学び、辞書や教科書などの教えを忠実に守り、基礎スキルや知識を身につけることです。二つ目の歯。基本から一歩進み、既存の規則やスキルを超えて、より深い理解と個人的な解釈を発展させることです。三つ目、理です。
師匠や伝統形式から完全に離れ、独自のスタイルやスキルを確立すること。完全な創造性と自己表現が求められ、その分野において真の達人となること。お分かりでしょうか？うちの営業マンはなかなか営業目標を達成できないという中小企業経営者が数多くいますが、もし営業マンに正式な営業教育を行っていないとしたら、営業目標を達成できなくて至極当たり前なんです。今日の話が面白かったという人は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって私、長谷川が様々な視点から経営に役立つヒントを収集、分析して週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。